はい、今回懐かしいね。いたね、そういや。っていうやつ。いたね、そういや。ルイス・ミゲウですよ。ポルトガル代表の右サイドバック。いたよね。フェリポの時の、右サイドバックやね、ポルトガル代表の。なんかクラブでさっぱりって感じだったな、気がすんな。80年、ルイス・ミゲウ。そうね。なんか代表では活躍したけど、クラブでは全然効かんな。てか、バレンシア以外どっかいたっけな、それは記憶ない。ミゲウ。現在リタイアと。最多出場がバレンシアと。ポルトガル代表59キャップ 1ゴールと。もうワールドカップ出てますと。もともとは、スポルティングのユースなんや。名門やん。あ、でもそっから出てるね、いろいろ。最終的にはどこのユースなんや、これ。アマドーラっていうところのユースまで、都落ちと。で、そっからステップアップしてきて、ベンフィカ。で、バレンシアと。バレンシアな、やっぱり。7年間くらいいるな。だ30前半で引退してんやな。チャンピオンズリーグ24試合。バレンシアこの頃強かったっけ？記憶ないな。プロ通算406試合。まあなんかな。何をもってまあまあか分からへんけど。なんかね、俺、これもしウルオーバーで間違ってたら申し訳ないけど、なんかね、この人結構やんちゃやった気がするんですよね。プライベートが。なんやかな、もともと治安の悪いところの育ちの出身か知らんけど、若い頃かなんか普通になんか、ドラッグとか、なんか拳銃とかね、そんなんもなんか身の回りにあったみたいな。環境の中にね。生活環境の中に全然そんな普通にあったよ、みたいな感じのことを言ってて、こいつも結構やんちゃやったんちゃうかな。ちょっと、もし、優等生やったらごめんなさい。でも優等生じゃ多分ないと思うな。どのくらいやんちゃかどうかは知らんけど、なんかやんちゃやった気がする。まあ、サッカー面ではよくわからないけども。まあ、でも、そうね。なんやろな。なんか自然と消えていったよね。今は特に何もしてないという感じかな。